かってきな。第7幕サロニアの領主の正体。ここがサロニアよ。ここまでありがとう。私叔父に会いに行くわ。それじゃ。よく見ると町全体にテリトリーが張られているのです。じゃあこの近くにテリトリーを張るほどのミラージュがいるってこと？そうなるのです。気をつけるのです。あれ、そういえばランってなんでずっと黙ってるの？寒いって。町に着いたらマシになるかと思ってたら全然寒い。あ、なんか踏んだ。あ、
すみません。変なの。なんで猫に毛が使ったの？いや、なんか迫力があったし、ちょっとビビった。初めての街だし、少し周りの人に話聞いて。連邦ってなんだかおっかないと思ってたけど、こんなによくしてくれるとはな。だってよ、クリエイターさえ目指していれば生活がまるっと保証されるんだぜ。こんなことならもっと早く加盟してほしかったよ。おい、ちょっとちょっと、市民ランクを上げればお城に招かれて一生安泰なんですってよ。クリエイターを目指して市民ランクをガンガン上げなくちゃ。あんたら、氷柱の崖を通ってきたのか？とんだ命知らずだな。気に入ったぜ。市民ランクかな。別にそんなのどうでもいいんだけどよ。ランクを上げないと貧民街に追いやられちまうし、連邦に加盟してから面倒になったよ。おっと、ここから先の港は俺たちの聖地だ。そうやすやすとは通せないぜ。悪いな。ここを下るとドロップアウターたちが集まる貧民街だ。あ、足を運ぶだけ時間の無駄だと思うぜ。なんだこの路地。市民ランクを上げられないドロップアウターはこうやって貧民街に押し合って見ないふり。それが連邦のやり方なのさ。路地一本で、なんでこんな差が。連邦に加盟してからというもの、サロニアは瞬く間に変わってしまった。領主様は一体何をお考えなのか。路地一本で、なんでこんな差が。連邦に加盟したの最近って話だったと思うんだけど、セイラさんの言ってたことは分かってきたかも。まあとにかく領主ってやつにツインエースのこと聞けるか試してみようぜ。ラーンに言っても無駄かもだけど、話の流れに気をつけてよね。お領主の館はこの町の一番上っぽいのです。レッツゴー。連邦に加盟してからというもの、サロニアは瞬く間に変わってしまった。領主様は一体何をお考えなのか。
れと言ったら帰れ。なんで取り合ってもくれないの。あれ、レフィア、あなたたち揉め事っぽいけど、どうしたんだ。ここの領主は私の叔父なの。だから少し話したいだけなのに。誰だろうと領主様に会わすわけにはいかん。はあ、私たちはコーネリア女王よりサロニアの領主様に会うよう言われてきました。これはその証であるコーネリアの書簡です。なんだって。隣国の使者をも門前払いするつもりですか。そうだそうだ。コーネリアから大人の使者。コーネリア女王の書簡を持っているそうだ。何、本当か。わからん。だがここで追い返すわけにはいくまい。待っていろ、領主様に確認してくる。お会いになるそうだ。行こう、レフィア。え？おい、その女はダメだ。レフィアは俺らの連れだって。そうそう、先に着いちゃっただけだし。な、行こう行こう。ありがとね、また助けてもらっちゃった。気にしないで。そうそう、嘘ついてないし、最後まで行くところが一緒だっただけだって。コーネリアから来た大人の使者だな。はい、私たちは。あの村はバハムート軍の侵攻を受けたと聞いて、その助けを求めに来たのか。まさかまだ侵略されていないとでも。確かに侵攻を受けましたが、今は。あなたは誰。ん、お前はレフィアか。あなたは誰。知っているだろう、私はお前の。違う、あなたは高おじさんじゃない。え、何、どういうこと。そうか、この変化に確信を持つとは、やはり貴様はアプリカント。まあだからこそ町から追い出してここに戻れぬようにしたというのに。おじはどこなの。目の前にいるではないか。私は疑いもなくお前のおじだ。どういう。興味が出た。これは明らかに因縁だ。他からの大人がアプリカントを引き連れここに現れた。しかもそのアプリカントがこの身の血族だとは。この因縁、どこまでのものか興味が抑えられんわ。こいつだったんだ、この町にテリトリーを張ってたのは。バハムート兵なのか。でも、この方と少し違うみたい。キャッ、今や。Thank you.
バトルだったな。勝利だね。もっと見せろ。犬は何だ。エニシはどれだ。もっとああセグリバデス様な何を何をだと。この愚か者め、アプリカントに覚醒の機会を与えるなど、愚のこっちよ。なんかやばそう。奴らは殺さず生かさず捕獲する。こっちじゃ。え、あの猫。早くせ、バカ者。逃げるのです。神のやつめ、時には我らにも苦を与えるぞと言いたげのようだ。あ、助かった。ありがとう、シェルロッタ。まったく心配になって見に来たら案の定というところだな。何その変な特技。お前に言われとうないわ。まったく。まあそんなことはいいから、ちょっとこれで街を見てみろ。なんだこりゃ。え、空から刺さってるの。タマも見るのです。あ、レフィアも一緒に見てみるですよ。何がどうなってんだ。私も詳しいことはわからん。そもそもそのメガネを宿に置いていったやつも、それが見える原因を調べておったからな。そいつが言うには、連邦に所属した町は全てそう見えるらしい。まあその話を思い出してついでに持ってきたんだが、さっきの漁師といい、一体何が起こってるんだ。今その答えは誰も持っておらんか。でもどうしよう、ツインエスの話を聞くとかもうそんなレベルじゃなかったし。なんじゃ、ツインエスがどうした。実は、そういうことなら私に任せておけ。あ、なーに、この町でツインエスに連絡をつけられる奴らを何人か知っておる。そいつに伝言を頼んでおこう。あ、本当ですか。ありがとう。シェルロッタって見た目よりずっと長生きだから、すごく顔が広いんですよ。よかったですね。歳のことは言うな。なあ、ところでなんで猫になってたんだ。それは少々読んどころない事情があってな。まあ端的に言えば移動が楽。え、そうなんだ。さて、そんなことよりお前らはこれからどうするつもりだ。気になることは多いですが、ツインエスの件もお任せできたので、元のミラージュ集めの旅に戻ろうかと思います。ああ、連邦の居城や母さんの情報も集めながらね。賛成賛成。この町から先に進むなら下界に出ることになると思う。そうなると港で誰かに船を借りるしかないと思うけど。大陸の端にある港町だもんね。分かったわ、あとは心配しないで。二人はどうすんだ。
私の宿に戻るか、レフィア。狼どもはいなくなっておるから、帰るのは問題なさそうだが。はい。高尾寺のことは、ゆっくり考えたいですし。一度戻ります。いいですか？もちろんだ。それじゃあ、二人とも本当にいろいろありがとう。ここから先も気をつけてね。うん。それじゃあね。シェルロットも、助けてくれてありがとな。ああ。そういえばラン、まだ踏まれた尻尾が痛いんだが、どうしてくれる？え？あ、やっぱあん時の？いや、どうするって言われても。第8幕、海賊退治。レフィアは港で船を借りて下界に行くのがいいって言ってたよな。誰か船を貸してくれる人がいるか、町の人たちに聞いてみよっか。せだ？船なんて貸したら漁に行けねえじゃねえか。あんたら下界に行くのか？とんだ命知らずだな。船は貸せないが応援するぜ。ねえねえ、知ってる？港に海賊船が来てるんだって。かっこいい。なんて誰も貸してくれそうにないじゃん。まあそりゃそうだよね。港町じゃ生活の糧だろうし。あ、そういやさっき誰か海賊船がどうのとか言ってなかったか。言ってたと思うけど、それがどうしたの？海賊退治して船をいただいちゃうってのはどうでしょう。そんなうまくいくかな。まあ戦わなくて済みそうならこっそりいただくだけって感じで、相手が海賊なら困る人もいないだろう。ちょっと心配だけど、あんまりもたもたしてるとあの漁師とか気持ち悪い金色仮面のやつに見つかっちゃうかもってのはあるのよね。ということで決まり。さあ港へ行こうぜ。てか、なんかミラージュもいるっぽいんだけど。普通の港じゃないみたいね。気をつけていこう。
なんだこれ。大砲？なんでこんなとこに？お！よっしゃ、来た！イエーイ！何今の？どうやらここの人たちの移動手段みたいなのです。そうなんだ。どういうこと？
こんなもんだな。We'll be right back.
こんなもんだな。音だな。ヤーコ、鳴らしてるとなんか出そうな。なんかって何？いやー！嫌がるの早っ！始めるぜ。戦闘開始。
いいバトルだったな。始めましょう。
こんなもんだな。